ブルータンと18歳、高校3年生の金子美優です。私のチャームポイントはですね、現役高校生ということで、このフレッシュさのところと、あとは最近髪を切ったんですけど、ボブというキャラクターで頑張っておりますので、ぜひ、元気な青のボブの女の子と覚えてくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。新メンバーの子が3人入ったんですけど、もう全員中学生ということでフレッシュさがまず増しましたし、あと8人になったことによってメンバーカラーも6色から8色になっただけで、たった2色加わるだけでもすっごいカラフルになって、なんか個性とかもたくさん出るような、ある意味新しい、いい意味で新しくなった、変わったリンクになったかなと思います。そうですね、今までは私が一番後輩だったから最年少でやってたんですけど、私が先輩に初めてなったということで、私もその後輩からいろんななんか刺激をもらったりとか、先輩にこうなんですけどどういう言い方したらいいですかみたいな質問をするようになったし、なんか私も一緒に後輩と一緒に成長できるなって思ってて、だから私もなんかすごい成長できる場面がまた増えたなって思いました。まずはですね、やっぱりこのご時世なので、なんか笑顔がやっぱりなくなってるっていう感じだからこその、この歌詞を聞くとすごい笑顔になれる曲だし、博多弁が私たちのグループならではだと思うので、その博多弁を取り入れたフレーズだったりとか、福岡するのだという福岡にかけたワードだったり、なんか博多色も出しつつみんなが元気に笑顔になってくれたらいいなっていう思いがギュッと詰まった曲だなって歌詞を見た時に思いました。博多弁お願いします。カメラ目線ですか？はい。じゃあはい、行きます。一番水筒よ。でも水筒よって使わないんですよね、実は。そうなんですよ、福岡あるあるなんですけど、博多弁っていう時に大体水筒よっていう言葉を使うとすごい皆さん喜んでくださるんですけど、なんか水筒よっていうよりかはなんか、なんやろ、バリスキアケンみたいな、バリスキアケンとかの方が実際使うので、バリスキアケンって言っておきます。なんか結構アップテンポな曲なので、これからのリンクの代表曲にしたいような曲だし、なんかすごくアイドルファンの方も気に入ってくださる曲だと思うし、そのアイドルを知らない方だったりとか、まあ、社会人さんとか、学生さんとかにも、すごい元気になるような曲だったり、結構、曲調もいろいろ最初から、なんかラップっぽいところもあって、変わって、みたいな感じなので、聴いててすごく飽きないなと思うので、たくさんリピートしてもらえたらいいなと思います。そうですね。私的おすすめポイントは、私のセリフっていうかパートが結構セリフっぽいところなんですけど、2番の注目あーみたいけどすっごく照れやっちゃけんいけんっていうところがあって、で照れやっちゃけんいけんっていうフレーズを私が言うんですけど、こちらに収録されてる方はちょっと可愛い感じで、なんか照れやっちゃけんいけんみたいな感じで言ってるんですけど、まあライブとかではいろいろなんか場面によって変えたりとか、アンコールはちょっと激しめに言ってみたりとか、そういうことができる場所だなと思うので、なんか収録されてるこの時は、あ、可愛いなとか MV も見て、あ、可愛いなって思ってほしいですし、その、ライブで来てくれた時とかには、あ、ライブならではの言い方だなっていうふうなところがわかりやすいポイントなので、そこは私のおすすめポイントです。15センチの恋はですね、三代目リーダーの吉川千秋さんが作詞してくださった曲なんですけど、実は千秋さんがいた頃の6人バージョンと、そして新メンバーが入って8人バージョンの2つ、もともと音源があって、で、こちらに収録されてるのは8人バージョンなんですけど、なんか6人の時も、なんか安定した感じの
リンク王道って感じだったんですけど、8人になってからフレッシュさも増しましたし、あのこの曲はあのメンバー全員がソロのパートがあるので、あのあここ何々ちゃんだったかなとか、あここ新メンバーのこの子が歌ってるっていうところもあの聞いてもらったら分かるのでぜひ聞いてほしいですし、あの千秋さんが6人の時に歌ってたオチのところを私が歌ってる部分もあるので、そこもなんか気持ちを受け継いでじゃないですけど、なんかそういう気持ちも私も込めて歌ってるところも収録されてるので、ぜひそこも聞いてほしいなと思います。衣装はですね、本当もう見てもらったら分かる通りメンバーカラーがバッチリ決まってて、まあ、キラキラで、だから今までのリンクとは本当にどうしたリンクって思われるぐらい変わったねっていう感じの衣装なので、なんかメンバーカラーも分かりやすいですし、キラキラっていうことで、なんか例えばワンマンでする時ももちろん目立つんですけど、対バンとか他のアイドルさんと一緒の舞台に立ってイベントとかするときにすごく目立つので、名前と顔が一致しないっていう方も、あの子あの青の子可愛かったよねみたいな印象になって、あの頭に残ってくださればいいなと思ってて、個人的にはすごく気に入ってます。そうですね、私的ファンを僕にする方法、私は今なんか TikTok とかを頑張ってて、1日2本投稿を今してるんですけど、そうやって私のその日頃の動いてる動画だったりとか写真とかを毎日毎日更新することによって、あの今見てくださってるファンの方とかに、なんかあ今日もみゆちゃん見れたとか、そうやって私を見れたことによってなんかモチベを上げてくれたらいいなとか、私を見れたから明日も頑張れるみたいなファンの方もいらっしゃるので、その方にまた勇気をなんか元気を与えれたらいいなということで、私はあの毎日毎日最新動画を更新するっていうことを心がけてます。はい、あの8月25日に発売しました福岡するのだ、あのすっごく可愛い声がいっぱい詰まってますし、あのこちらにはですね、あのラジオコメンタリーといってメンバーランダムのなんかラジオっぽいセリフだったりとか可愛く囁いてたりとかするあのメンバーの声が聞けるのも収録されていますので、誰が出るかも楽しみですし、ぜひミユが出るまで購入してくれたら嬉しいなと思います。ぜひよろしくお願いします。